はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。なかなか体重が落ちないですね。こたパパです。よろしくお願いします。今日はですね、プライムデーに購入した有線イヤホンがまだレビューしてないのに気づいたので、ちょっとね、これから一発動画撮ってみようかなっていうふうに思います。ですね、ワンモアっていうところから出てるみたいですね。果たしてね、どれだけの性能があるのかとか、皆さん一緒にピシッと見ていきたいと思います。よろしくお願いします。よし、やっていきましょう。本日もね、ぜひ、最後までご覧いただけたら嬉しいです。はい、あとはですね、こたパパたまにはいい動画作るんじゃんって思ってくださった方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よし、やっていこう。はい、それではいきますよ。皆さん、スイッチオン。はい、それではイヤホン本体見ていきたいと思います。ですね、これ来た時からね、もう上の部分が開いてたんですよ。ちゃんとね、こうなってくるはずなんですけど、こうなってきたんですよね。ちょっとそれはいかがなもんかなと思ったんですけども、こちらの、商品がですね、ワンモアの、ピストンクラシック、アルファベットの E の、1003で、カラーがゴールドということになっています。ゴール、まずゴールドかどうか確認していきましょう。はい、じゃあ早速中開けていきますね。一応ね、はい、ワンモアと入っております。はい、開けます。おー、同梱物とか、あれですね、イヤピを変える時とか、こういう時こんな感じでやってくださいっていうのが箱の底面に、描かれています。まあ丁寧といえば丁寧で親切ですね。はい、でこちらがですね、取扱説明書となっております。ワンモア、ヒアモアって書いてありますね。はい、そしたらですね、こちらが本店の方になります。開けてみましょうかね。それではみんな、ついてきてください。スイッチオン。はい、こちらが本体、ケースにちゃんと入っていますね。すごくいいと思います。早速ね、開けてみたいと思います。それでは行きましょう。テープがくっついてるんだね。はい、それでは本体見ていきたいと思います。ものすごい綺麗なケースに入っております。こんなことは初めてです。ということで、ちょっと中を見ていきたいと思います。テンションがおかしいな。こちら、読めますかね。ワンモアってここに入ってるんです。で、蓋を開けます。はい、蓋を開けましたところ、本体が見えるんですけども、この下に同梱物があるようですね。はい、ですね、まずイヤーピース、なんですけども、こちらのね、デフォで、1,2,3,3 サイズあって、デフォで1サイズあるんで、イヤーピースはあれですね、4サイズあることになります。はい、そうするともう本体に行っちゃう感じですかね。はい、見てください、ものすごく綺麗でしょう。ものすごい綺麗でしょう。早速取り出しますかね。はい、本当に綺麗に入ってますね。そうしましたら、こちらの本体取り出していきたいと思います。はい、とりあえず、筐体を外してみたんですけども、包まれていたケースにですね、ちゃんと商品名かな、ピストンクラシックって入っています。見えますでしょうかね。で、
ここにね、こう隙間があって、ここにぐるぐる巻きになってたんですよ。ここちょっと空いてるのでね。うん。で、取り外したものがこちらになります。はい。ちょっと散らかってますけども、すいません。ですね、まず筐体ですね。はい。色、確かにゴールドです。はい。イヤーピース、外してみようかな。はい。イヤーピースを外すと、うん。悪くないですね。綺麗。すげえ。で、フィルターもちゃんとついてます。はい。サイズとしては、ね、非常に小さいです。多分、耳のね、奥までずっぽりいくと思います。で、あと付属されているのがですね、コントロールができる、マイク付きの、中間にあるスイッチ類ですね。音声後で収録、音声後で収録してみたいと思います。で、接続する、はい、こちらが接続する側の、プラグになります。3.5mm、アンバランスケーブルとなりますね。見るべきところはそんな感じで、あとちょっと気になるのは、この線がちょっと細いんですよね。これ、ちょっとあれですね、心配。多分、行くときでプチっていっちゃうと思うんで、うん。ね、長く使うためにはね、やっぱ、耐久性っていうのが必要ですので、壊れないことを祈って使っていこうと思います。はい。それではですね、開封レビューここまでとさせていただきます。そしたらね、続きまして、こちらの、イヤホンの製品概要、見ていきたいと思います。皆さん準備はいいですか？はい。スイッチオン。はい、開封レビューはここまでとさせていただきます。続きましては、こちらの、商品の製品概要を見ていきたいと思います。一緒に見ていきましょう。それでは、いきます。はい、それでは、製品概要を言ってみたいと思います。あとね、あまり情報が少ないんですけども、まずは、まあ、こんな感じですね。ワンモアインイヤーヘッドホン、私が買ったピストンクラシック版なんですけども、ここ3色あってる中のこの真ん中のねゴールドか、これを私は購入しました。結構見た目に惹かれて、なかなか茶系にこうなんだろうな、綺麗なゴールドを持ってくるっていうものがね新鮮だったので、ちょっとね、買ってみようかなと思いました。はい、まあ、本格としてなんですけど、おしゃれなデザイン、高音質のリスニング体験ということで、イヤホン内部の、輸入された、制動量は高い安定性でバランスの取れた純粋な聴覚を作り出します。またシンプルな外観も絶妙な美しさを実現しております。次に、取り扱いやすい簡単リモコン、幅広い交換性というところなんですけども、3ボタンリモコン、ちょっと細い感じかな、それがね付属しています。なのでここはね検証していきたいと思います。ブツもですね、小型で安定した MEMS マイクを使用していると、まあコンパクトで、通学、通勤、キャンプ、ハイキング、アウトドアなどいろいろぴったりにはまります。あとはまあカラーバリエーションがあるっていうことだけですね。あと一番下にちょっとね気になるのがあったんですけども、 Apple の iOSデバイスと、Android デバイスに、まあ、幅広い交換性を持たせていますよってことがあったので、まあ、iOS でもいいし、Android でも両方使えますよってことになっています。はい。これまでのたわいのない話をちょっとまとめるとこんな感じになります。ワンモアの、ピストンクラシックE1003、
Amazon 価格で2022年の9月2日現在で、お値段2600円で購入することができました。はい。製品概要なんですけども、まず1番。金属チタンダイヤフラムと伸縮性がある PET 材質を採用して聴覚にも強いハイファイサウンドの音質を、提供実現できています。はい。また滑り止めのついたデザインとなっていますし、3ボタンリモコンはやはりね、内蔵マイクがかなり高品位なハンズフリー通話を実現っていう風にこちらで歌っているので、しっかりね録音して聞いてみましょう。でこちらの商品は日本の、2017の、VGP アワードを受賞しているそうです。はい。で、リモコンの機能、音量調整、曲選びと電話の応答拒否など、そういったね、日常的な操作に対して iOS と Android への対応を実現させましたっていうところですね。だから、みんなが聞けるっていうことだと思って覚えておいてください。簡単ですけど、これを製品概要とさせていただきます。はい、それでは視聴検証やっていきたいと思います。いきましょう。今回は 3.5mm の、シングルエンドですね。よいしょ。カップに接続して 3.5mm です。ちょっといつもみたいに音楽を聴いてみたいと思います。すごいすごいちっちゃいんだけど、穴の奥の奥まで入っちゃいそう。あ、これの密閉感抜群だね。遮蔽性もグッと、おー、ほぼ隙間なしっていう感じかな、印象的にはね。はい、そしたらですね、ユピタで、聞いてみたいと思います。なるほどね、こういう音がするんだ。やっぱちょっと線が細いかな。はい、それではですね、ちょっとこちらね、1時間ぐらいね、検証していきます。おかわりするかもしれないです。はい。はい、それではですね、検証の方に行ってまいります。はい、それではレビューさせていただきます。 One More Piston Classic E の、1003についてですね。はい、まず1番、音はね、どちらかというと感触気味かな。で、解像度も比較的高くてですね、こう音がね、こうスーッとストレートにね、聞こえてね、こうなんつうの、一拍置いてこう馴染んでいくような感じなんですよね。テンシャル的にはね、結構パワフルなサウンドなんですけども、中低音その辺が潰れていないので、すごく聞きやすかったですね。音楽を重いって感じることもなかったですし、軽いって感じることも、特にはなかったですね。低域中域の部分がね、ちょっとね抜けちゃうと、やっぱイヤホンとしては厳しい部分があるのかなと思いました。はい。で、音楽ジャンル何がいいのかなと思っていろいろ聞いてたら、やっぱりボーカル系、
特に女性の方のこう細やかなね、なんかちょっとハスキーだったりするそのなんだろう、色気のある、うん、声が、ね、非常に気持ちいいですね。あとはロックもいけるかなと思いますね。はい、で高音については刺さりません。はい、次通話品質ですね。まあ Zoom で録音してきましたので一緒に確認してみましょう。音声どうぞ。ただいま、ワンモアから出ております、ピストンクラシック、の、E1003、カラーはゴールドになるんですけども、こちらの、マイク性能を検証しております。音、どうでしょうか？音質、明瞭でしょうか？これがですね、ワンモアの、ピストンクラシック、こちらの音声となります。いかがでしょうか？はい、こちらがイヤホンの内蔵されたマイクの音になります。あとはね、6番の項目なんですけども、まあ、比較的ね、筐体自体が小さいので、装着感はね、結構いいと思いました。なんでかよくわかんないんだけど、かなり久しぶりにね、ピアノの音色を美しいと感じたんですよね。別にピアノって普通にどんな音楽でもね、入ってくる楽器なんですけど、久しぶりになんかこうね、スッとして、キリッとしてね、で、伸びやかなね、そういう感じのね、音を、なんか懐かしく感じられたんだ。久しぶりですね、ピアノがいいと思ったね。僕はね、結構弦楽器とかが、ポケ系で弦楽器とかが好きなんで、ね、バイオリンとかビオラとかね、コントラバスとか、チェロだとか、あの辺、弦を弾く、ピッキングする、うん、あれが僕大好きなんですけど、もしかしたらハラミちゃん効果なのかもしれないですね。ピアノがいいと思うと。まあ、ハラミちゃんもすごいよね。まあ、売れてないっていうか、あまり露出してない頃から、まあ、公演はしてましたけど、そんなに爆発的にね、伸びるとは思っていませんでした。まあ、彼女なりの天が与えた、才能なんだと思います。そういうのあるといいですよね。はい。ということで、検証した結果のレビュー、ここまでとさせていただきます。それではですね、スタジオのホタパパさん、まとめの方よろしくお願いいたします。どうぞ。はい、それではまとめていきたいと思います。本日私がご紹介させていただいた有線のイヤホンになるんですけども、こちらがですね、ワンモアから出ています、ピストンクラシックの E1003 の、色がゴールドになります。開封レビューの時にね、確認できたと思うんですけども、ちょっとゴールドって言った人はちょっともう一回戻って見てみてください。はい。で、接続は 3.5 のアンバランスですね。まあ、値段それなりの感じもするし、ただね、結構高音質、結構綺麗な音を鳴らしてくれるタイプですね。低音ボワンボワンっていうですね、いわゆるドンシャリ系じゃなくって、必要な部分だけの、まあ、ダップにつなげるんでね、やっぱり出力でかいんで、量感とか多めに感じるんですけども、低音がね、そういう状況の中で低音が出しゃばることなくって、中音域、あとね、高音域、この2つの帯域がものすごく綺麗です。なので、すごくね、爽快に聞くことができますね。気持ちいい。で、装着性抜群なんで、やばいですよ。ノイキャン、太刀打ちできるかな、と
とまでは言わないんですけども、本当にね、奥の奥まで入るから、このサイズ、侮れませんね。で、音も良かったですし、別にね、その入り音とかに対応してなくてもね、いい音で聴く、音楽を聴くっていう方法はいろいろありますので、それはね、皆さん、ユーザーに委ねられていることなんで、まあ、そこをね、組み立てていけたら面白いんじゃないかなと思いました。YouTube ちょっと、本数が、ストックが結構できちゃってて、なかなかね、出せないでいたんですけど、今日ね、お披露目をさせていただいてよかったです。飛び抜けて、すごいっていうわけではなくって、音盤もね、そんなに大きいわけじゃないですので、まあ、臨場感はね、多少あります。はい。あとはね、ボーカルとの距離も結構近かったので、その辺も良かったと思います。で、マイク性能もね、ほぼほぼのものだったので、まあ、アンダー3000、ご覧になってて、それがわからない方は、今ね、私、アンダー3000とアンダー5000円の、ボーダーを設けて、商品のレビューをして認定するか認定しないかっていうことをやってるんですけども、今日ね、レビューさせていただいたワンモアに関しては、アンダー3000か、アンダー3000に認定したいと思います。音全体をどん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 削いでいくと、最終的にはね、別にノイキャンとか、アミエントなんか残らないですからね。やっぱりもう音質ですから。値段がね、高かろうが、値段が低価格であろうが、ね、合う、合わないっていう相性もあるし、好き、嫌いっていう感情もあるし、そこで悩ましいっていう部分が出てきて、いろんな方がね、知恵を出して動画をね、いろいろ出してきてくれているので、ぜひですね、まあ、私が今回レビューさせていただいたワンモアが、まあ、レビューあるかどうかちょっとわからないんですけども、私でね、一応一本作ったって形になるんで、まあ、興味があったら見てみてください。ものすごくね、影響力、パンチのある、そういうイヤホンではなくって、普通に聞くイヤホンになってます。はい。今日のまとめ、ここまでとさせていただきます。本日も最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。いいじゃん、ホタパパって思ってくださる方。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとね、高評価をいただけるだけでね、僕の動画作成モチベーションがバキッと上がりますんで、その辺も合わせてよろしくお願いいたします。やっぱりね、このコードはちょっと心配。で、なおかつ物はリケーブルできないから、プチーンってなっちゃえば、それで終わりなんで、まあでも3000切ってるから諦めもつくし、まあそうならないことを祈ってますけどね。なんかほんと久しぶりに軽い音楽を聴いたって感じですね。はい。あれだよね。坊主も去年ね、出た、QC の2を発売するみたいですし、アップルも AirPods Pro の第2世代が、4万かな、で登場するようです。はい。4万ですよ。って言っても、俺、そこは反論できないんで。まあ、すごい時代になったなっていう感じですね。はい。私とはね、ここでお別れとなります。またね、次の動画でお会いしましょう。皆さんの日々が素敵な音楽ライフとなりますことを願っております。それでは、See you!